お米がなんと届きまして、コシヒカリ横根米、今日はこちらのお米を使ってシンプルな塩おにぎり作りたいと思います。ありがとうございます。はい、今日は3合でいきます。うちこさんお手製の梅干しの梅酢でおにぎりを握ってきた、お米を握っていきたいと思います。じゃあ、3合なので 150×3 は450g 洗います。浸水ですね。トイで浸水させます。じゃあこれをまず研いでいきますね。じゃあお米を研ぎ終わりました。これを、30分ぐらい浸水させます。置いといて、はい、浸水が終わったので鍋に入れていきます。やっぱり浸水することでお米がふっくら仕上がります。いけるかもしれないけどお米入れたのでお水を650ぐらいかな、650弱、はい、入れたら蓋をします。この蒸気が出てきたので弱火で、ごく弱火で15分炊きます。はい、なりました。15分経ったので一旦強火で1秒ほど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、10分蒸らしますね。10分じゃないや、10分蒸らします。このままで蒸らし終わりました。はい、じゃあ開けます。開けますね。おー、きれい。すごいいい匂い、うん、じゃあお塩をつけますね。はい、久々だな、こういう握り方。熱いぞ。あ、ちょっと待って、無理じゃない。あ、でも行きたい。ちょ、熱い熱い。ちょっと待って。あ、行けた。よし。はい。そうだよね。あ、でも慣れてきました。でもこうやって逃げる人って今いるのかな。ね、なかなか。もうラップでね。うん。あ、もう慣れてきた。すごい。いい音。できた。うん。綺麗。きっと美味しいと思います。夏は元気でそうですよね。これぐらい、うん、あ、すごいいい香り。美味しそう。食べましょう。食べましょう。さあ、これぐらい。はい、来ました。すごい美味しそう。食べてみてください。いただきます。一人で食べるみたいな、うん、いただきます。うん、それは梅酢ですか。これ梅ですね。うん、美味しい。美味しい、うん、あら、よかった。これ今日暑いからちょうどいい塩分ね。おにぎり最高。めっちゃ来た。なるほど。お米が甘い。甘いか、やっぱり。で、ふっくら、ふっくらですね。うん、食べましょう、一緒に。食べましょう。危ない危ない。私